私のウクレレ遍歴を紹介してみたいと思います。まあ、そもそもこんなビデオ役に立つんかいなという話もあるんですけども、いろいろ考えてみてやっぱりビデオを作ってみることにしました。っていうのもですね、安くていいウクレレが増えてきた2016年の日本ではウクレレ病をですね患う人も増えてるというふうに思うんですよね。そうするとやっぱり自分がどの程度深刻な病状なのか、それとも全然大したことないのか知りたいじゃないですか。で、曲がりなりもその新生のウクレレ病である私が情報公開することで、視聴者の皆さんがご自身に照らして相対的な比較ができるようになると思うんですよ。つまりこんなネタでも少なからずどなたかの役に立つんじゃないかなと。前置きはこのぐらいにしてですね、まずこの年表を見てください。ウクレレ15本買ってます、はい、で青い線のウクレレはすで、に手放してますんで、現在手元には、8本。最初の4年ほどはですね、年に1、2本ですよね。それもほぼ買い替えが目的でした。ところがですね、こう見ていただくと分かるように2015年に入って一気に病状が悪化してますよね、私の場合要因は2つあります。1つは YouTube でブログを始めたことですね。もう1つは、安くて良いウクレレの存在を自分が知ったこと、つまりそれぞれの相乗効果で、安くて良いウクレレ、これをみんなに知ってもらいたくて、まあそういうかっこいいこと言ってもですね、要は重症患者の禁断症状ですよね。経緯を簡単に、ご紹介していきますと、まず最初2010年にですね、マハロの、2000円ぐらいのウクレレを買いました。ただあまりにひどくてですねまあそれであのフリーを買ったわけですけれども、少し弾けるようになったんで、ピックアップがついたウクレレがすごい欲しくなったんですよね。で当時あのイバニーズのウクレレがリバイバルしてローズウッドのモデルが出たんですよ。なので早速購入しました。ただですね、あまりにこう鳴りが悪くてですね、評判がすごく急上昇してたレホをゲットしました。しばらくして海外出張に持っていくためにアイウークをゲットしました。でその後池袋の池部さんでセルバーのウクレレを見つけたんですよ。3980円で試奏させてもらったら案外いいわけですよ。で思わず買っちゃいまして、セルバーにもびっくりしたんですけども、 AU1 には本当にびっくりしました。こんなに品質のいいウクレレがこんな安く買えるのかって。私自身はもう激安ウクレレブームが到来したわけですよ。で伊豆カカ2本っていう感じで立て続けに購入したわけですよね。その間一度そのカモはちょっといろんな意味で気になっちゃってですね、コルドバの 35T に買い替えました。で、今年に入ってバトンルージュの U10C3 を衝動買いしています。ということでですね、私のウクレレ遍歴を、少し紹介してみましたけれども、皆さんのお役に立てればというふうに思ってます。バレ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 ギャルメロフォのバレ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 セクセバレ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 ギャルメロフォのバレバレ。